グロウウィズグーグル。一人一人が新たなスキルを身につけ、それをアップデートしていけることが日本の社会の可能性を解き放つことにつながっていくとグーグルは考えています。その実現に向けて、グロウウィズグーグルでは全ての人にデジタルスキルトレーニングを提供することで、多様な人材が活躍できる社会を築くことを目指してまいりました。そしてこの秋、受講者の数が1000万人を突破しました。参加された方は多くの成果を感じています。知識として持っていないけれども、こうやって第一歩のステップを踏み出すことができる。観光産業の活性化にデジタルを活用できた。デジタルマーケティングを活用して効率的に情報を届けるというところで効果を感じているところです。地域課題の解決や県民向けサービスの向上につながった。遠隔授業でも普段と同じペースで学べた。 AI を活用して農作業を効率化できた。女性がより輝ける柔軟な働き方をクラウド活用で実現できた。受講された方全体で新たなデジタルスキルを身につけたという方が 92%、 91% の方が将来への準備をさらに整えたと感じています。そして2022年6月、 Google が発起人となり、総務省、経産省など国や地方自治体、民間企業などが一体となって日本リスキリングコンソーシアムを立ち上げました。誰もがスキルをアップデートし、キャリアアップを実現できるよう官民連携で取り組んでいきます。さらに転職やキャリアアップにつながる資格の取得プログラムや、企業のリーダー向け組織改革プログラムなど、より実践的なプログラムをご用意しています。現在とこれからの日本を担う全ての人がその可能性を最大限発揮し、生き生きと学び活躍できる社会の実現を全国に広がるパートナーと共に目指してまいります。新しいスキルを全ての人に、グロウウィズグーグル。